見てなかった。わ、でかい。これはそうだわ、そういうことか。え、いや、マリンボード本当選ばなかったんです私。SP 当たんなくない？ SP 当たんなくてちょっと怖いんだけど、大丈夫かな。いや、たまにあるけど、あるからな、あるから分かんないんだよな。嬉しい、ありがとう。しかもロングじゃん、ロングじゃん、そうじゃん、ありがとう。わー、嬉しい。次は SP 値当てたいですね。いや、引き戻しは嬉しい。ハートばっかりじゃん。ハート多いな。ちょっとスルーしすぎじゃない ?ST へこむな。あ、プレミアムボイスですね、マリーちゃんの。これこれはいいの聞いたよ、いいの聞いたよ。これ聞こえました？マリンちゃんだよね。そして走ります。よしよしよし、嬉しい。あ、引き戻すね、いいね。初当たりはいいね、確率ね。さあ、マリンモードと沖縄モード3連するとこう衣装がチェンジできます。もう一個チェンジ、もう一回できるんですけど、お、すごい、本当に2回目早いね。まだ5回しか当たってないのに、これ結構出てる方です。で、衣装チェンジ、あと次5回目、5連目でまた別なのに衣装チェンジできるんで、まあ、マリンのこう、ちょっとした、なんだろうね、マリンに興味ない人は別にやらなくても、ちょっと変わってますからね。びっくりして、リーチ。はい、頼むよ。ノーマル熱いよ、これ。これもらったんだな。嘘。あ、びっくりした。よかったです、やっとステッチ当たりました。やった。星ですね。お、出た、金魚くんってことは保留内に大当たりありますよ、これ。嬉しい、めちゃくちゃ嬉しい。ここかな。ですか。違うんかい。どこ？これ？あ、これだね。これだね。今回当たる魚群か。嬉しいな。やっとや。ありがとう。これだよね。いいんだよね。外れないよね。これね、これよね。よしよしよし、ありがとう。よしよし、とりあえず重ねてます、この辺りをね。ラスト、金か。
在ですね、一応島なんと 2位です。2位、今2位です。いい感じです。でただバルブレーブでねいっぱい出されちゃったら結構強いんですが、今のところ2位 でなおかつ今合計7回当たってて、そのうち2回が音符出てるんで、これ結構高確率だと思うんですよね。8回大当たりしても1回も出ない時あるんで、音符って。でそのうちあとは、2回星かな、出てます。だからハートのデフォルトのハートが3回なんで、半分以上は今のところ何かしら出てるので悪くはないんですよね。今のところはなんですけど、ST 中の引きが悪すぎて、今 ST 中の大当たり確率が30分の1というとんでもない感じになっちゃったので、これはまだ分かんないかなと思います。たまりもありますからね。とりあえず様子を見ていきたいと思います。ダメだ、文字が青ければチャンスアップですか、ね、おお、どこどこ、よし、ワリーはやれる子ですよ。145回転目、腰中に当たらないどころか、すごい不運なことにね、連鎖ポ40回ばっかりなんです、でもね、一応サダホはプラスですよ、まだギリギリ、あとちょっとしたらマイナスになるけど、ノーマルポ、あ、でもちょっと熱いよ、ありますからね、良かったです。複数揃いです。ありがとうございます。107回転目。星か。今のはショックだよ。うわ、なんでさ、なんで後悔していくか分かんないんだろう。
どうしようね、隣のねバルブテープがもう45回当たってるんで、今日ね無理なんですよ。バルブレーブをね、確かに選ばなきゃいけなかったと思うんですね。だって入っちゃえば大当たり回数稼げるのはバルブレーブの方だと思うんですよね。設定が高ければ高いので。ただ私バルブレーブが全く分かんないんですよ。打ったことないから。だからねえ、わけわかんないのをちょっとね、全くわかんない台を打つのが怖いんですよね、こう映像で。だからやめたんですけど、そんなことを言ってる場合じゃないかもしれないですね、私も。ただ本当に今回のこの SP で当たんないって本当にやばいぞ。今 SP 大当たり確率40分の1ですからね。そんなことある？本当に頼むよ。なんかもう当たんない気がする。やだ、そんなことある？うわ、嘘でしょ。90回回して大当たり2回だよ。絶対1でも19分の1なんですよ。もうきついよ、今日一番きついかもしれない。あれな、大当たり出なくて困ったもんな。1でもひどいと思うな。あ、このモードでのチャンス目はいいよ、熱いよ。暑いというかスーパー行くんでね。もう一回続け、よしよし、3回、よしよしよし、魚群来い、これで魚群来れば完璧。よし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 、流れ完璧、完璧だ。これはこれは欲しいぞ、これは暑い。よしよしよし、お、マジか、プレミアム出た、プレミアム出た、やった、ありがとう。よかった、なんとか46回転目に行きました。てかさ、初当たり、1個前の初当たりで私マンボウでなんかロケット噴射みたいになったんですけど、あれ確か大当たり本当だったと思うんですよね。今ふっと思い出したんですね、だった気がする。だからプレミアム 2個出てると思う、多分。まあ、設定関係ないですけど。いや、これのスルーしたら本当にショックなんだけど。いや、ショックっていうか、もうすでにショックなんだけど。ちょっと、これスルーしたら50人打ちだよ。そんなことある？ねえ、そんなことある？ねえ、ちょっとやめてよ。熱いじゃん、熱いじゃん。頼む、頼むよ、頼むよ、頼むよ、止まるじゃん、止まるじゃん。久しぶりに好だった。よかった、欲しい。全然ダメですよ。確変中の確率、あ、チャンスできました。お、いいよ、2回目、3回目、3回目。やっぱ海ボードはチャンス目待ちですよ、私的に。あれ、リーチになっちゃう？うわ、あ、よいしょ。危なっ、また上皿だけでした、こちらは。危なかった。まあ、シマキングはもう無理なんだけど。バルブレイブが50回当たってとっても嬉しいです。なんとかこれ連チャンしてまくれないかな。せめてプラスになりたいんだけど。ハート
ってよ当たってよ当たってよ、ああ頼むよ頼むよ、そろそろ ST で攻めて19分の1になってよ、ああ当たった、とりあえずよかった、まだまだ足りないけどね、19分の1にすらまだ程遠いですけどね、もっともっといきますよ、いいんですよ、私はもうあれで、あの展開でいいんですよ、まあ、皆さんもね見てくださってたんで分かると思うんですけれども、
とりあえず私最後にまくりまして、投資が1万500円で出玉が約3600個だったんで、定まがですねプラス、まあ、900個ぐらいと約ねそんぐらいありまして、なんと今日の目標であるプラス定ま達成しました。ありがとうございます。だいぶ目標が下がっておりますけどね、一応5万発目指してるんですけどプラスで、まあこのプラス900個が、私マイナス2万個ぐらいの定まなんですけど、もう全然なんかね何の役にも立たないプラスに感じるかもしれないんですけどもね、こういうことを一歩一歩重ねてって5万発にね近づければいいかなと思います。あと残り少ないけど、はい、なんとかしたいと思います。で本日ですね島キングの題発表したいと思います。一応ですね今回はちょっと特殊で機種は違うんですけど、設定付きパチンコの台で島キングを目指そうということで、全部で、11台ありまして、島キングがですねもうこれはもうずっと分かってたことなんですけどね、もう昼過ぎぐらいからもう分かってたことなんですけども、隣の台のバルブレイブなんと大当たり、まだ17時ぐらいですけど51回ということでね、もうずっと連チャンしておりました。いやあのねすごいいい感じでしたよ、見てても設定いい感じでしたよいい感じでした。はい、私実はずっと迷ってたんですけど、まだ空いてる時にね隣のでそのバルブレイブが空いてる時からどうしようかな打とうかな、でも分かんないからいいや、分かんないもんって、はい、なんか分かんないうちにね分かんない人を見てるのイラつくでしょね、なんかそんなんでパチンコライターとかマジ舐めてんのやめろバカとか言うじゃないですか、バカってちょっと言葉悪かったけどいやって言うじゃん別に言われたことないけど、それ見てて多分イラッとすると思うんで皆さんがね、なのでやめたんですけど、いいの私、いいんです、いいの全然いいの。あ、それで私の代がですね一応18回当たりまして、なんと3位です。結構これすごくないですか、上位ですよ、珍しいポツって珍しいって聞こえましたけど、まあ、いやでも珍しいですよね。いやでも本当に嬉しいです。私はもう島キングなれなかったけど、今日は本当に今日もマイナスかと思ったんで本当にそれだけで満足でございます。ということで今回で2勝6敗ということで、絶対勝ち越せないんですけれども勝率50敗になれるように、この先ずっとプラス佐渡までなんとか頑張っていきたいと思っております。ということでまた次回見てくださると嬉しいです。てなわけでさよなら。